片思いの女の子が転校してしまった。告白どころか一度も声を交わしたことさえなかったことを春の初めは後悔していた。春の幸子は考えていた。一体いつになったらあの大きな自分が目の前から消えてくれるのか。誰にでもある春霞のようなモヤモヤ。春野家の人々をめぐるとってもピースフルな物語。おいちゃん、行きますよ。そこで俺初めて野草デビューしたんだよな。野草ひどいと思います。山よ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 山は生きている山よ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 山はバカらしい。春野くん、一曲歌うよ。春野くん、3つ数えると現実に戻ります。みんな夕焼け見てた、宇宙の端っこで。